て汚れだ。私はあなたを信じたのに、全てを捨ててなのに、なぜ。スレイ上官を。なぜあんな女に。しまった。迷ってんならやめときな。帰り討ちに会うのがオチだ。スレイ、済んだことは仕方ない。村を調べてみよう。ええ、無事な人がいるかもしれませんし。押し入れの儀式だよな、さっきの。しかも同志があんなに大勢。場所はペンドラゴの教会神殿みたいだった。それにあのマオテラスの紋章、出身はマオテラスなのかな。私はちょっと失礼しますわ。隠れちゃった。なんかいじめみたい。そんなつもりはないんだけど。分かってるけどさ。ま、どうやら魔王坊が関係してるっぽいけどな。うん、あれだけの同志が存在するには五大神級の力が必要だと思う。そうだな。けど今はこの辺にしておこう。盛り上がるとライラが出てこれないわよ。ごめん、分かったよ。スレイ、通気橋のこと思い出してたっしょ。一瞬だけ。迷っちゃうならどっかの宿で待ってれば。私片付けとくし。何言ってんだ、ロゼだけじゃ浄化できないだろ。けどやれる。そんなの。スレイ、迷ってたらその隙につけ込まれちゃう。ザビーダも言ってるでしょ、敵を気遣ったせいで仲間が傷つくなんて絶対嫌。つまり俺は邪魔だっていうのか。そう。待ってくれロゼ、スレイは。ミクリオさん、ここはもう迷わないから。別に迷うなって言ってんじゃないけど、やるってんならしっかりやろ。ああ。なんだよ、気を使った僕がバカみたいじゃないか。そんなことはありませんわ。みたいじゃないってことよね。違うだろ。できたよ。
やつ完成。おお、オアシス、命の泉、お前は荒れ地に生まれた女神。なんだそのテンションは。水の天族ならわかるだろ、三雲。この水のありがたさが。わかるな、それほどでは。いいんだぜライラ、火の天族のほてった体を投げ入れちゃっても。遠慮しますわ、清らかな泉ですが。じゃあエドナちゃん、地の天族を代表して一緒に飛び込もうぜ、最高の大地の恵みに。空気読めないのね、風の天族のくせに。今の地味にグザッときた。涙を拭きなさい、この命の泉で。そうする。聖女と来たか、おっかねえ。怖い？なんで？お子様同士にはわかんねえで。さっぱり。さてもらう。早くに
ターフィッシュ。マーソン、浮くの。スニーターフィッシュ。マーソン。雷の星。紅の星。行きましょう。波長を絞る。中に赤いのが一つ。風情があるね。俺は逆がいいけど。なぜ一輪だけ赤いんだろう。こう一点っていうからじゃない。それで納得できるのがすごいな。じゃあサパラン調べてみたら。そうだな。地質に差があるのかもしれない。頑張れよ。それ吸血植物だけど。先に言ってくれ。男は傷ついて大人になるんだぜ。ミクボ拒否するよ。ザビーダみたいな大人になるのは。血を吸って赤いのか。私と同じだね。あ、同じって？血の花を咲かせるって意味なんだよ。ロゼって名前は。さらりと怖いことを聞いてしまった。女の怖さを知ってみんな大人になる。覚えとけ。さらに水属性に突破したヒョウナが。まああなたはおとなしく下がってるといいわ。頼りにしてます。エドナさん、赤土目覚めるロックラウス。バイユーの火事が膝元に。無茶しながら赤土目覚めるロックラウス。バイユー火事が膝元に。エアカ土目覚めるロックラウス。バイユー火事が膝元に。
赤土目覚めるロックランス。見た目が同じ氷魔の大群だったな。あなたはあれが同じ氷魔に見えるの？氷魔はそれぞれが唯一の人生を背負っているのよ。俺は修行が足りないから同じに見えてしまうのか。私たちが違く見えてるかどうかは別だけど。こらこら、あとは甘いものが美味しいですわね。
そろそろ宿屋とかで休みたいとこだけど。形足跡言わなくていいわ。言うと出てくるパターンよ。足跡だよねこれって。言うなって言うと言うパターンなのに。スカスパターンみたいな。どうでもいいわ。でこの池はやっぱり足跡だろうな。ドラゴンか巨人かデカ足氷魔の。でも随分古いものみたいだ。今ここにいるってわけじゃなさそう。こんなデカ物ここ以外でも会いたくないけど。改めて見ると不思議だよね。ああ、人がこんな巨大な氷魔に変わるなんてな。思うんだがよ、もともと俺らはドラゴンサイズの欲望を抱えてて抑え込んでるだけなのかな。それが吹き出して氷魔が生まれるとしたら、あいつらは俺たちの心そのものってことだ。そう考えると納得できねえか。氷魔がいくらでかくても。あ、おかしなこと言ったか。うん、まともすぎてびっくりしただけ。なんかごめん。柄にもないことを言って惹かれるパターンね。ひでここは聖者の村？誰もいない。こともないようだぜ。